エース・スティールのリングネームで知られるクリストファー・ガイはアメリカ合衆国出身のプロレスラー。アメリカではティネや WLW ローに参戦した経験があり、日本ではプロレスリングのあえ参戦していた。子供の頃にアワの影響を受けプロレスラーを志す。1991年10月にプロレスラーとしてデビュー。 いわミッドサウスなどのアメリカインディーマットを転戦を経て、1997年に自身の団体、スティールドメインレスリングを設立。CM パンクやコルトカバナなどが所属し、スティールに支持した。2001年、ハーリーレース主催の WLW へ所属する。WLW と提携している、プロレスリング、ノアの三沢光春が視察した時にその技術を買われ、 ノアイの初来日が実現。以降、同団体の常連参戦外国人選手となる。また、アメリカでも WLW の他にティネアローにも参戦する。ティネでは、かつての後輩であった CM パンクや、コルトカバナと再会。スティールとカバナは一時期、セカンドシティセインツというユニットを結成している。2005年12月10日、WLW スティムボードロック大会では、 WLW へ参戦したケンタが当時保持していた GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦。20分0 0秒5にスリープからの固い火固めに屈し、ケンタの3度目の防衛を許した。2007年1月18日、WWE とディベロップメント契約を締結し、入団。2月に参加団体の DSW でデビュー。2008年2月4日、WWE から、 契約解除された。2019年11月、WWE パフォーマンスセンターのコーチに就任したことが発表された。2020年4月15日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、WWE の収益が悪化したため、スティール、剣道家臣、セリーナディーブの3名のコーチが WWE を解雇された。ありがとうございます。